ウィキマピアは Google マップの衛星画像とウィキのシステムを組み合わせたオンラインの地図サービスである。ユーザーは地球全体の衛星画像のあらゆる地点や範囲に対して脚注をつけるように情報を書き加えることができる。世界中のユーザーが投稿し合った情報が地図上に表示されていく仕組みとなっており、2008年8月、現在で世界の約900万箇所が登録され、 特に都市部や観光名所で非常に数多くの情報が登録されている。情報の追加や編集にはユーザー登録は不要だが、2008年1月現在で20万以上のユーザーが登録を行っている。このサービスはアレクサンドル・コリアキンとエフゲニー・サベリエフにより作られ、2006年5月24日に開設された。スローガンは世界地図に情報を書き込もう。 ウィキマピアでは投稿者は地図上のあらゆる場所にタグをつけることができる。このタグは特定の都市や地形や施設の周りに四角い枠で表示され、この枠をクリックすると画面上にウィンドウが現れる。このウィンドウにはその場所の名前、その場所に関する解説、属するカテゴリのほか言語、編集履歴、経緯度などの情報、ウィキペディアなど外部へのリンク、画像、 埋め込まれた YouTube の映像などがすべて表示されている。画面の左上にある Wikimapia の文字からは言語選択、ユーザーフォーラム、ログインなどのウィンドウを表示することができる。View の文字からは地図と衛星画像の切り替えなどが選択できる。また新たな場所にタグを追加する場合は、Add Place をクリックすると表示されている地図の中央に枠が表示される。 この枠の代償や形を変えるなどして省述したい、施設や地形の形に合わせて、セーブボタンを押すと、その場所の名前と情報を書き込み、カテゴリーを選択し、画像や動画を埋め込むことができる。また既存のタグに対しての編集も行える。インドなどのように市販地図が現状を反映しておらず、古くなっている国や地図の代金が高い国では、ユーザーが、 最新情報に基づいてアップデートすることができるウィキマピアは爆発的に成長している。ただしこうした早い成長により、特に都市部や観光名所などでは無数の枠が表示され、クリックしてみないとそれが公的施設か、ただの店舗や家がわからないという難点も抱えている。ウィキマピア上ではどのような施設や地形も全て同じ色の枠で表示されることから来る問題であるが、 特定カテゴリーに当てはまる場所だけを閲覧するというカテゴリブラウジングの機能の追加により若干改善されている。2010年12月9日、Wikimapia は公式ブログに同サイトのコンテンツをクリエイティブコモンズ表示から非営利継承ライセンス3.0の下で利用できると発表した。以前より自由に Wikimapia のコンテンツを利用することができるようになったが、非営利という条件のため、 相変わらず、Wikipedia への転載はできなかった。2012年には、ライセンスをクリエイティブコモンズ表示から継承ライセンス3.0に変更したため、Wikipedia への転送ができるようになった。場所へのタグ付けは多言語対応がなされている。93の言語に対応し、うち56個と語ではインターフェースが完全に翻訳されている。また特別ページを通じて、登録ユーザーが インターフェースの翻訳を行うこともできる。ユーザー登録は2006年10月に導入された。登録しているユーザーは、互いへのメッセージ送信、フォーラムの利用、特定範囲の情報追加や、情報編集を監視できる、ウォッチリストの利用もできる。登録ユーザーレベルには8段階があり、経験値が増大すると次のユーザーレベル進む。経験値とユーザーレベルの関係は次の通り、 ハンドヘルド GPS など GPS を使う機械とウィキマピアをプラグインを使ってつなげることもできる。またウィキマピアの情報を他のサイトで使用できるようにすることもできる。2008年10月にはテスト用のベータ版が登録ユーザーに対して提供されている。このベータ版ではウィキマピアマップという新しいレイヤーが地図上に導入された。このレイヤーでは タグの枠や道路などユーザーが追加、編集した情報だけが表示されており、それぞれの枠は属するカテゴリーによって色が変えられている。カテゴリを絞り込んで表示するものを選別することも可能となる。また編集の補助となるウィッ k マ a p やウィキも導入された。ウィキマッ a やは Google AdSense の表示により若干の収入を得ている。2007年7月、サービスの創業者たちは、 今後の計画の完成に向けて投資家を募ることにしている。ありがとうございます。